はい、こんにちは。今回はキッカーでレイジーボーイをやりたいと思います。レイジーボーイどういう技かというと、まあ、名前の通りレイジーな、だらしない感じですね。座ってその状態でキッカーを飛び出してスリーをする、レイジーボーイスリーをやりたいと思います。まずは座った状態で滑れないと多分アプローチできないので、座った状態でアプローチするっていう、座った状態で滑る練習ですねをちょっとやってから実際にキッカーでやってみましょう。レイジの場合ですね、がこの手を最後まで押しといてあげると軸が勝手に入っていくので、ね、やってみてください。 OK、 じゃあ一回でやってみましょう。はい、いかがだったでしょうか。今回はレイジーボーイをやっていきました。ある程度滑る技術がないとアプローチも安定しないし、最後のアプローチ行く前の間で転んじゃったりするんで、しっかりと滑る練習と、あとは普通にエアの技術ですね、まあ、3とか5とか回れるぐらいになってからやった方がいいのかなとは思いますけど、やるときはしっかりとステップを確認してからやるようにしてください。あとはスピードね、スピードちゃんとチェックしてからやりましょう。飛びすぎると危ないし、飛ばなくても危ないんで、ちゃんとカービングしてスピードチェックしてからやるようにしてください。 OK、 じゃあ今日はこの辺で終わりましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。